ーパー、森田容疑者逮捕。妻、高垣玲子に心配の声。昨年、7月第一子出産。音楽プロデューサーで、音楽ユニット、スタジオアパートメントのメンバー、森田正則容疑者、41、が、8日までに関税法違反や消費税法違反などの疑いで、警視庁組織犯罪対策4課に逮捕されていたことが分かり、森田容疑者の妻でモデルで女優の高垣玲子、38、のインスタグラムには、高垣を心配する声が、続々と、寄せられている。高垣は、元スピードスケート金メダリストで、スポーツキャスターの清水博康氏、44、と、2010年に結婚したが、11年、12月に離婚。15年、3月に森田容疑者と再婚し、昨年、7月には、第一子となる長女を出産したばかり。森田容疑者の逮捕は、7日付で、高垣のインスタグラムやブログの最終エントリーは、6日付。その最終エントリーには、高垣を心配するファンが殺到。大丈夫ですか？ニュース見てびっくりしました。これからも応援しています。など、心配する声が溢れた。高垣の夫の森田容疑者は、香港から金塊4キロ、販売価格、1880万円相当、を密輸しようとしたとして、7日に共犯者、2人ともに逮捕された。いずれも容疑を認めているという。高垣は出産を報告した昨年、7月30日のブログでは、分娩室で生まれたての我が子を胸に抱いた時、あまりの小ささと、そのぬくもりに言葉では、表せないほどの幸せを感じました。と、胸中を吐露。6日に更新したブログと、インスタグラムでは、まな娘に絵本の読み聞かせをすると、反応するようになってきたことを、嬉しそうに報告し、毎日絵本の時間が幸せです。と綴っていた。